うん、よしく、うん、要は引き寄せの法則とかいろいろ読まなくても、うん、ただ自分でノートに、うんうん、好きなこと、自分はこうなるっていう未来を、うん、欲しい未来をノートに書くじゃないですか。書くね。私はお気に入りの綺麗なノート買うんですけど、うん、そこにこうなる予定のことを、まあ、イメージで書きますよね、うんうん。そしたらやっぱりこの現実世界って3次元は行動を起こさないと、うん、そうそう、願ってただけでは絶対起きないので。そうなんだよ。じゃあその例えば、うん、私はね、うん、ギリシャのサントリーニっていうところがずっと惹かれて、ちっちゃい頃からサントリーニと思って、うん、あそこに行きたいと思ったから、うん、2020年にブログに一応公表しようと思って、うん、サントリーニ島に行くみたいなことをアップしたんですよ、うん、したらその年に、うん、その翌年かな、うん、お友達が、うん、サントリーニ島行くけど、うん、あら来たんだ、うわーすごい。すぐ引き寄せられて、うん、今ね具現化するのがね早いから、うん、でギリシャ行ったらやっぱり、うん、青い目お待ち申し上げますって言われて、うわ青い目何、うん、青い目が待ってるな何って思って、うんうん、ギリシャ行って初めて知ったんですけど、うん、あっちって青い目のお守りなんですよね。青い目のお守り、はい、うんうん、あの青いブルーアイ、うんうん、それが、まあ、あと調べてみてもらうと分かるんですけど、うん、トルコとかギリシャとかあっちって青い目なんですよ。このことかと思って、うんうん、やっぱりあのシャーマンのお友達も一緒に行っていて、あのこのギリシャがすごく土地が、うん、あの大変なことになってるから、うん、ここであの私が光の矢を下ろしてくださいって言われて、うん、なんかパルテノン神殿の前で、うん、その時ってコロナが、うん、あの始まっていて、うん、日本が3月の20日で成田空港から出入り禁止になる1日前に私帰国できたんです。うわー前日、あ翌日、前日か、うん、だから そのくらいだったので観光客がほとんどいなかったんですよギリシャに、うんうん、それで私たちあの光のワークをずっとギリシャを下ろしてきて、うん、あの要はギリシャもそうですし、竹生島って琵琶湖の方もそうですし、駅、うん、もそうだし、うん、なんでこれだけ土地の浄化っていうのに私とかが回されるのかなって思ってたら、うん、ある時私の、まあ、宇宙師匠って言ってますけど、うん、あの一切表に出ない方がいて、うん、あの私にだけ教えてくれるんですけど、うん、あの今まで神がこの地球の近くというか、うん、土地を浄化できてこれていたけれども、うん、もはや神ですら、うん、そこに力及ばぬ時に来てしまった、うん、それだけこの土地、うん、あの地球の土地は汚されきってしまった、うん、だから一人一人そういうライトワーカーとして、うん、そのスターシードとして地球に光を下ろす人たちを必要な場所に呼ぶって言われたんですよ、うんうん、だから別に私が特別なわけではなくて、うん、ヒーラーさんとかライトワーカーさんっていろんなところに行くじゃないですか、うん、行くね、あっちこっち、うん、光の なんか下ろしますとかなんかやって、うん、だからそういう形であの呼ばれる、ご縁のある場所に呼ばれるんだと思いますね。すごい。あのちなみにここまでバーッと喋ってくださったけど質問ないですか？聞いといた方がいいですよ。ない？大丈夫？ああどうぞどうぞ、うん、一緒に光を下ろしているお仲間がいらっしゃるって、はい、どういう感じ あのお仲間なんですか？今でも一緒に、いやあのそういう時だけピックアップされて集まってきます、うん、ピックアップっていうか、うん、普段一緒にはあの行動してないです。もちろん私も、うん、あの自称引きこもりヒーラーだから引きこもり世の中に出てないんで、あの本当家の近辺うろうろして、あとはズームで、だからズームでお仕事してるんで、あの世界にもお客さんいますし、あの海外とか、あと日本は北海道が今一番クライアントさん多いんですけど、あの全部そうやって遠隔でお仕事したり、あとは来ていただければ神奈川で対面のセッションしたりとかはするんですけれども、そんな感じだからつるんでる人がいないんですよ、うん、だけれどももともとはその魂のお友達として、まあいろいろ
仲間は知り合いはいますよね、うん、そういう特殊な力を持ってる人たち、うんうん、その時にポッてこの人に話そうって思うのがひらめくので、うん、ちょっとあのこんなの来たって相談すると、うん、あそれはこうだこうだこうだってこう、うん、知恵の寄せ集めになってそうそうそうでじゃあ行こうってなると、うん、パッてもうすぐ行動になっちゃうんですよ。そうだね、うんうん、だからあの誰かと常に一緒にいるっていうのは私嫌いだし、うん、単独行動が好きなのであのそうそうだからそういう形で必要に応じて行くだから、うん、リトリートって称してるその屋久島行ったりどっか行くっていうのもここに行きますけど行く人いますかっていうとご縁のある人だけが行く行く行くってなって、うんうん、やっぱりその度にいろんなマジックが起きるので、うん、あこれは本当に動かされてるなってしか思わないですね、うんうん、でもシャスタもそうですけど、うん、聖地に行って、うん、絶対ここは写真撮っちゃダメだよっていう場所が、うん、あの言われてないんですけど、うん、あるんですよね、うんうん、なんか私は地下都市テロスってそのシャスタさんに、うん、あのレムリアの地下都市があるんですけど、うんうん、そこの入り口に一人で行っちゃった時に、うん、あまりにすごい美しさで、うん、この世のものではないんですよ、うんうん、で一瞬にしてこうもうワープした感じになるから、うんうん、一生懸命写真撮ろうと思って、うん、スマホで撮るんですよ。全部撮れない、うん、あのあ撮れたと思っても真っ黒、うん、でそこを出ちゃうと普通に撮れるんですよ、うん、あここはやっぱりダメな場所なんですね、うん、っていうことで、うん、正規はもう写真は撮らないってうにしてるんですけど、うんうん、なんかそういうこともいろいろ起こります、うん、正規はダメなんですか。撮っちゃいけないと全部ダメなわけではなくて、うん、そうあの地下都市テロスの人たちがここは守る場所だから多くの人に知られてはいけないっていうか、まあ、屋久島にもあるんですけど、うんうんあのそういう場所があってあるんです。だからそこはあそういうことかと思って誰にも公開してない、うん、あのそうなんです、うん、だけど、うん、伊勢神宮にもそういう下空の方に場所が、うん、発見しちゃって、ねうん、そう私内宮じゃない内宮より下空が感じるんですよ。そうですよ。で一人で行った時にそれも呼ばれて行った時に一人で行った時に、うん、ある場所に連れてかれて木の場所に、うん、あもうここは完全にあのもう出てくるんです。私が伊勢神宮で巫女の装束でいろいろやってた時の、うん、でもう号泣してしまって、うん、あのヒックヒックが止まらなくなってもう一人でもうそこから立ち去った時に、うん、あの仲の良い何人かにだけその後行った時に伝えたんですよ、うん、そしたらやっぱり言っちゃダメだよって言ってもやっぱりなんか伝わっちゃうんですよね、うんうん、それで結構そこがいろんな人の2人伝えれば6人に行ってとかこうなるじゃないですか、うん、そこからやっぱりねあのそこがすごく人が入るようになっちゃって、うん、閉じられちゃいましたね、うんうん、あの本当にオープンになってる場所でもないんだけれども、うん、入れないようになっちゃって、ただそこの場所っていうのは、まあ、すごいもう宇宙につながって、うん、もうここの伊勢の大事なものをこの木がなんか扱ってるなっていうのが分かるような場所、うんうんすごいね。あれ今あの独身なんですか。はい、あらそうなんかね、うん、あの今ワンちゃん2匹と、うん、鳥さん2羽と、うん、畑と、うん、っていうので、うん、楽しく暮らしてるんですね。だから、ご縁があったら、うん、私だって結婚は一度はしてみたいですけれども、うん、あのそこもエゴにはなるから、うん、あのお任せしてます。あ宇宙にね、神様にね、うん、あのそういうタイミングが来るのであれば、うん、いるのであれば、うん、あの別に50、60になろうが、うんうん、70になろうが、うん、いつでもいい、うん、いいじゃないですか、うん、じゃあちなみにあのタイプの人そこに画面越しに言っていただければ。えどんなタイプが好きですか。私はこれですかこれですかこれですか。あれですよね、若い頃ってやっぱり若い頃って、うん、私たちの年代って参考って言われてて、うん、こう学歴で高収入でとかいろいろあったじゃないですか。あった ね, ねで、あのだけど、うん、その物欲とか、うん、本当の本心で言うと、うん、やっぱり、うん、あの一緒に畑をやれる人、あ、あの自然道が好きで、そういうことも、本当にこう
手をつなぎながら、うん、公園に行って、うん、裸足でアーシングして、うん、あいいね、木がこういうメッセージくれてるねみたいなの、うん、なんか普通に、うん、別にスピリチュアルじゃなくてもいいので、うん、そういう穏やかで、うん、あの優しい人がいいですね。あ、僕できるよ。ねえ、私も全然もう手つなぐのすぐだよ。もう、うん、そうそうそう、うん、あの腕組みながらこうクワできるよ。ね、でも私246とかこう大きいところクワ担いで渡るんですよ。そうだからね、本当にあの、うん、畑と自然のと動物が大好きな人。うん、そういう人ですね。うわ素敵、うん、今ね神様の話とかね霊的な話が随分出たんだけど、このままよかったら少し UFO とか宇宙人的な話をしてもらおうと思うけど、皆さんどうでしょう。どうぞどうぞ。あの基本的なことなんですけども、うん、今まさしくあの僕も UFO が好きで、うん、畑ってあらでここ今日来る前の働きに行って、はい、で神人さんの YouTube を見てもう完璧だね。ちょっと自分でわからないところがあるんですよ。はでこの地球に生まれてきて、うん、体をお借りして生まれてきてから、うん、まあ喜んだり悲しんだり痛かったり、うんうん、いろいろあると思うんですね、うん、でそれを経験するためにここに来てるんじゃないかって僕は思うんですよ、うん、だから全ては、うん、例えばここが開きすぎちゃって、うん、もう先が分かっちゃったと言うと、うん、その経験ができない、うん、果たしてそれっていいのかなっていう思いがずっとあるんですよね、うん、でそれってどうなんだ、ある程度まで畑も好きで先ちょっと危ないなっていう直感があったから、まあ、やり始めたんですけども、でもそれっていいことなんだけど、果たして自分のカルマ云々の解消ってそれでできてんのかなとかいろいろちょっと考えちゃうところがあるんですけども、うんうんうん、それってどうなんですか。畑をすることで畑は直感的にちょっと始めたんですよ。あ、だからその直感通りで、ね、あの先を見通そうとしないで、うん、今畑やりたいと思ったその直感だけを信頼して、ね、今を楽しめば、はい、もう次第に順番で見えてくると思います、ね、次に必要なステップとか、例えばハッシーの、はい、ここを開くあのツアーとかありますか。 あれ開いちゃったらでもどうなるんですか。ん、開いちゃったら先が分かっちゃうとか、うん、分かっちゃうとその自分のカルマの解消ができるんじゃないかとか。いい質問ですね、うん、じゃあそれは僕が答えますね。じゃあ、うん、あれはあくまでも補助です。補助、うんうん、でここだけ開いてグランディングができないとそれはそれで生きづらい。なぜってまだ3次元やってるから。そうですね、うん、でお金の世界もあるし、こうやってこう殺伐としてるでしょ。だから今はこの過渡期ではあるけども、3次元はしっかりできつつも高次元に行くっていう、そういう一番エキサイティングな時なの。わかります？わかります？両方を楽しむ。そうそうそう。それって、うん、自分で無理やりツアーに出て開くってことがいいことなのか、うん、あの神人さんなんか YouTube 見るとそれはやらない方がいいと、うん、時が来ればそういう時が来るから、うんうん、それを無理やり開いちゃうと果たしてその人の人生どうなっちゃうのか。あ、でも、うん、私の考えですけど、うん、やりたいと思ったら体験なので、うん、やってみたらいいと思います。そうそうそう、うん、それやりたいっていうのはもともとこの時期が来たらお前こういう人と出会って開く時が来るんだってみたいな言われたんですか。いや、言われないですよ、うん、僕が思ってることです。言われてるのは、ね、私の あくまでも一個人の言うんですけど、この花風呂でしたっけ、酵素風呂ね、うんうん、そこに行ってやってみたいなって思うんだったら、うん、そのワクワクに乗って、うん、もう行って開く、うん、あのワークを受けてきたらいいと思います、うんうん、それで開くかどうかは別問題なので、うんはい、ただあの開きすぎて見えすぎて大変な目に遭ってる人っていうのもやっぱりいますよ、うんうん、で閉じ方もちゃんと知ってない。開いちゃって開いちゃダメなのに開いちゃってる人はそうなっちゃう。あの自分でコントロールできないのに開いちゃうと、うん、日常生活を送れなくなっていっちゃいますよね、うん、ただねそれも含めて楽しむ、うん、わかります、うん、それからもう一つ言っていい、はい、男性的さあの、うん、理屈っぽい、
あの私 ね、消化体活性の音叉っていうのがあるんですよ、うんうんうん、それをあの10年以上前にあの試しに買ってみて、うん、でもあの複数回鳴らさないでくださいって言われたけど、やっぱ何でも体験したいので、うん、バン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 と鳴らしまくった、鳴らしまくったんですよ、うん、そしたらもう消化体に当ててもう立てなくなっちゃいました、うんうん、あのもうビリ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 しすぎて、あの自分の体が家にいて足も立たなくなっちゃって、うん、あれ どうしようみたいな、僕今痛い。で僕もあの3年前のこれが前に、うん、ここは痛くなっちゃったんですよ。おうおうおう。で、これやばいなと、病気かなと思っていろいろ見たら、その消化体にぶつかったんですね、うん、病気だと医者行かなきゃいけないと思って、で、いろいろ見たらちょうどワクチンのあれがあったんで、うん、あ、これ打っちゃダメだっていう合図なのかなと思って、で、打ってないんですけども、でもこれをこれ以上開いちゃって自分でいいのかなっていうのが今もうちょっと思ってるんですね。開きたいって気持ちもあるんだけど、これ開いちゃってダメじゃないかなっていうのが、うん、悩んでるんだったらまだ違うんじゃないかなと思いますね。そうですね。はい、ただあの自分でかんあの簡単にじゃないですけど、はい、あのベロの先を上顎のこう上顎につけて、うん、うーんとかってこううーんって音出しますよね、響かせて。まあ人の声帯によって音違いますけど、うんうん、あのそれでこう消化体に響かせて。で朝2人で20分ぐらい瞑想するんですよ。あ、素晴らしい。でその時も始まるんですよね。おお、ああすごい。じゃあもう準備して、ね、これ以上開いちゃうとちょっと怖いっていうのもあるんですよね。で今すごく楽しいから畑をやって、で好きなゴルフもやりながら2人でずっとも行動してるん で、これこのまま行った方がもしくは開いちゃってまたちょっと違う道に、あだったら私よくやるんですけど、はい、私にとって一番安全で、はい、あの安全な方法で開いてくださいって最初にオーダー出しちゃうんですよ、うん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 、だから私が日常生活に差し支えの差し支えがあっては困るので、うん、私の日常に差し支えがない程度に、うん、あのお願いします、うん、で私はあの太陽の光に向かって三角を作って、うん、消化体のところにこうやってあの朝日を浴びるとか、うん、昔はやってました。だからオーダーした方がいいですよ、あの、うん、ちゃんとあのこのここまでなら大丈夫ですっていうのが、うん、私があの私の体が疲弊しない程度にってオーダーしているのと同じで、うん、何も言わないと高次元の存在って肉体がないので疲れないんですよね、うんうん、だからあのことごとく彼らがやりたいことをこの体を使って やっちゃうんですよ、うんうん、でも私肉体あるし、うん、寝たいしっていうのであの寝てる時まで働かされるので、うん、朝すごい筋肉痛になって起きるみたいな。あの、そうなんですよ。だからオーダーは出した方がいいですね、うん、と思います、うん、でもあの僕の言い方とあのアドバイスとしては、仮にそうなったとしてもなって大変だなっていう体験をしたらその時点で言えばいいだけだから、うん、ちょっと今辛いからあのもうちょっとあの弱めてとかって、そしたらその通りになるんですよ、また、うんうん、やってみてください。面白いよ。であの上戸さんの本人の、あの公園に行った時にこうこう太陽を見てここに円を描きなさい、そうするとここがある程度開きますよみたいなやつを公園でやってたんですよね。でまあちょこっとやったんだけど、でも今これ幸せだし別に開く必要もないことなんで、うん、で今で、ね、畑じゃなくて畑ってこうね微生物のこういろいろね、ねじねじ農法とかご存知です、はい、ねじねじ農法、ねじねじより今ちょっと試してることがあって、あの N パワーってご存知ですか。 N パワー、うん、名前は聞いたことあるんですか、はい、あれでちょっといろいろあの試しでやってるんですけど、うん、すごい微生物が活性化されてあのねすごいなって、これから農家に会いになるのかな。そうですね、あのねじねじもあの発明した人がこう宇宙の法則で藁をこう幾何学的に編んでいって、それを畑に埋めると微生物がすごい増えて土がふっかふかになってあの豊作になるんですよね。だからそれ1月に私編み方を教わりに行ってくる。
でもそれはあのちっちゃい板をここの胸に置くと呼吸がものすごい通りやすくなったり不思議なんですよね。それケビンにあの中西さんに教えてもらって、わらでやるんですか。わらで、しかも無農薬のちゃんとした磁場の整ったとか。でもあのちなみにね、アセンションっていうのは田舎暮らしになるんですよ。都会がなくなっちゃう、うん、廃墟になっちゃうよ、うんうん、で人口密度っつって人が多ければ多いほどみんなの波動を受け合っちゃうから、うん、そうならないようにまばらな生活になるの、うん、だから人口が密集しない、うんうん、で田舎暮らし、それを僕はあのちょっと思ってて、うん、そのコミュニティとか部落みたいな感じで、うん、作っていくのはいいんだけど、うん、会う人会わない人を見極めるのってすごく難しいと思うんですよ、うん、で僕はずっとこうやってきて野球なんかでも例えば一塁審がいて二塁審がいてセンターがいて監督がいて代打要員がいて、でもそれが一つのチームじゃないですか、うん、でも俺はファーストできませんよ、いやセンターもできませんよ、応援団だけやらせてくださいっていう人と、うん、コミュニティを果たして作れるのかっていうのが、うん、もうそういう気持ちもあるんですけども、それってどうなんですかね。でもう、うん、今これで YouTube であれしたらいっぱいこう来て、あ俺も僕に賛同したいしたいはいいけども、実際半年1年暮らした時にはいやあれはちょっと違うね、相手ちょっと違いね、ちょっとチームから出てもらおうかみたいな人も出てくると思うんですよね。でそれはそれで OK ってことです。ね、話が2つあります、うん、1つは御霊磨きです、うん、いいですか。あいつはこうだああだって言ってるのはそれは自分の御霊を磨けっていうことです。そして相手が自分の意に反することが起きるっていうことはそれは鏡ですから、自分の内在する魂を表してくれているので、そういう見方をまず一つしてほしいっていうのがあります。それから二つ目に、もう波動がどんどん上がっていって、その時にもう波長の合わない人はどんどん離れていく、でまたその時に新しい人が入るって、これはね普通の自然の摂理なんで、それは 神の領域です、うん、あんまり考える必要ないです。必ず自分の意思に沿った時の意識がそのメンバーをきちっと作ってくれるので、うん、だから今はどっちかっていうと未来をすごい思考してる感覚なんだけど、それをもうその思考をやめて今に生きるみたいな感覚の方がいいと思う。まあ、ちょっとこれ難しくなっちゃうかもしれないけど、うん、ちょっとそんなところがあると思います、うん、他は何か質問ある？あ、どう？ね、難しかった？お姉さんの話は、うん、全然トンチンカン？チンプンカンプン？ね、そう、どの辺の話がいい？うん？いきなりぶっ飛んじゃった？いきなりぶっ飛んじゃった？やばいとこ、やばいとこ来ちゃったね。うん、そうですか。そこの、うん、ああ、どうぞ。うん。パンちゃんの次の直近のなんかこう、お仕事みたいなのは何か来てますか？なんか。直近のお仕事ですか？今はね、私、自分がゆとりを持って暮らしたいので、ちょっとあんまりせかせかするのをストップしてるんですよね。ああ、いいね。うん、だから、本当にあの、まだ降りてきてないですね。ただ今の時点ではあのなんだろう、ま、松のお香作りとか松のクリーム作りで足裏に塗って浄化したり、そんなちっちゃいのは地元でちょこちょこやってるんですけど、あのあとはあれですね、魂の計画書っていうのを紐解く方法があって、まあ、それによって私はこの世界が自分にあの来る道なんだって分かって、あの迷いがなくなったんですね。あ、すごい、うん、要はヒーラーとして生きるっていうことがこの自分が持って生まれたソウルプラン、魂の計画っていうのが分かったら、魂の計画に沿って生きている限りお金にも生きる術にも困らないんですよ、うんうん、でこれが実際に本当なのかなってまた身をもって体験したくて、あの今やってて本当に困らないので、うん、やっぱりそうなんだなって思うんですよね。だからその魂の計画書を紐解ける人たちを今度は育成していって、うん、そういう人たちがどんどんこう今例えば中学生、高校生、大学生、会社員でも自分が本当何のために生まれてきたのか分かんないって言って、
私みたいに過去の私みたいにもがいている人に、まあ、ちょっとこう羅針盤みたいにねしてあげられるような人を育てたいと思って今そのカリキュラム作りはしてるんです、うん、おおすごいすごい、じゃ一緒にやりましょうね。ぜひぜひ。もうね、あの今日の、あのお話、はい、これねどんどんね、うん、やってほしい。それは、うん、もう多分あの聞きたい人いっぱいいると思いますよ。そうですか、うん、宇宙人じゃなくて、うん、宇宙人じゃなくて宇宙人の話も含めて、うん、うん、それはね僕やって、うん、自分がやってよく分かった。うん、うん、で僕もね、実はあのこういう話会やるなんてもうそもそも思ってなかったんですよ。で去年の6月に YouTube を始めることになったんですけど、それも3年間抵抗したの神様に。もうやらないってやらないって言うと、あの天罰じゃないけどいろんなことが起きるんですよ。違反を起こすとか人身事故やるだとかさ、うん、会社 の, あのこう窓際に行かされるとかクビになるとかいろんなことが起きて、もう最後はもうやかりましたやりますって言ってから結局はやっぱうまくいくようになったんです、うん、でこればっかりは誰がどういうパターンがね当てはまるか分かんないけど、必ずねメッセージが来てるので、そこをねぜひね拾ってほしいなと思います。うん、はい、あとは何か質問ある、あ、はい、和って平和の和ね、和が好きだっていうことなんですけど、私も和っていう言葉が好きで、うん、あの6年ぐらい前に作った名刺は和の心っていう肩書きで作って、和の心じゃちょっと物足りないなと思って、大和、大きい和の心っていうして、今は大和を大和と読ませて、今度今作ってる会社があるんですけど、10月中にできるんですけど、それは株式会社大和、そこで何をやるかって言ったら、あの基本的な人道支援です、うんうん、人道支援っていうのはお金もあるかもわかんないけど、もっと違う心の支援だとか、そういうことを含めた人道支援っていうのをやろうと思ってます。それともう一つ、平将門なんですけど、あの平安時代はね朝廷でしょ戦ったのは、あ朝廷って言ってますけど、今 思ってるのは昔の DS ですね、あれは DS との戦いなんですよ。今 DS と戦ってるでしょ。あだからあの当時からやってたなっていうふうに私は思っていて、それをやどういう形でやるかっていうのは私の使命の一つかなと思ってます。はい。うん。ですから、ゆとり。うん。ゆとりをね、持つ、どんなに苦しい時でも、余裕を、うんね、持つってことはものすごく大事であって、それをやってきたから、乗り越えてこられたのかなっていうふうに思ってます。うん。うん、ゆとりないとエネルギーがカチカチになっちゃいますもんね。はい。そして、あの、ひらめきも何も降りてこなくなっちゃうので、はい、私も、そのゆとりっていうのが大事だなって、全く一緒なんですよ、まあ、うん、よかったよかった、和っていうのは私あの和の方もそうですけど、うん、平和の和の方、あの和ってあの輪の方、うん、あっちも受け取ってるんですよね、だからそれで和と和っていう、うんうん、両方ってことはあの和なのかな、ワンネスの方に、うん、なんかうちのその108で亡くなったおばあちゃんが、私小学校2年生の時に感動した言葉があって、うん、あの近所のおばあちゃんとお茶飲み話の中で、うん、結局な回り回ってみんな他人つのはいないんだよっつって、うん、あのみんな人はつながってるっていうのを言った時、うん、なんか子供ながらにすごいこと聞いちゃったと思って、うん、すごいすごい、ね、なんかおこれは深いと思って、ずっと未だにそれがやっぱりあるんですけど、うん、人ってあの必ず他人に見えてもどっかでこう、まあ、先祖とか親戚とかいろんなところをたどるとみんなつながってるから、人はあの他人って一人もいないんだよ、ね、そうですね、うん、だからそれが和なのかなって思うね、はい、うんうん、じゃあとりあえずあの30分話したんで、今のつながってたんですか。そうよ、だから一旦録画止めて、一旦止めますよ一旦ね。